結構大事な場面だと選手がどういう発声をするかっていうのを視聴者に聞いてもらいたいなって脳の中で思ってる時があるんですよね。だから、あ、積もったと思った時には、うん、積もっていう声だけは被らないように実況するんですよね。で、その積もってた時に積もったっていう風にしてあげた方が、僕の声よりも選手の声の方が臨場感やっぱ出ますので、そこは邪魔しないようにっていう。あ、立派な現場音生かしってのは実況の基本でさ、だから俺なんかプロレスやってる時もそう、例えばここ一番大勝負来るってバックドロップだっていう時に、うん、普通だとさ、バックにバッタバックにバッタ捕まえてこの体勢からバックドロップ一戦決まったってやっちゃうんだけど、それじゃ平坦になるから、うん、はい、バックにバッタどうするどうするってもう分かってんのよ、はい、どうするどうするどうするってグワーンと来てガーンと、その後にマットがきしんでいる音だ、バックドロップってちっちゃく言うっていう。だからそれはやっぱり現場のあのもうこれだけのね硬いマットがこんなに揺れてる音なんだっていうのはやっぱりに勝るもんないもんね。そうですね。